クリストファー・ウェッソン・ボッシュはアメリカ合衆国テキサス州ダラス出身の元バスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。左利きでありリーグを代表するパワーフォワードの一人。かつて NBA のマイアミヒートに所属し2012年と2013年の NBA ファイナル2連覇に貢献した。テキサス州ダラスで生まれ同州のハッチンズで育った。少年時代は バスケットの他野球にも熱中し、憧れの存在は、ケビン・ガーネットだった。リンカーン高校3年時には、シーズン40戦全勝し、州タイトルを獲得した試合では16,990人の、大観衆の前で23得点17リバウンド9、ブロックと大活躍をした。在学中にボッシュは、州のミスターバスケットボール、パレード氏と、 USA Today 視室のオールアメリカンなどに選ばれた。大学はジョージア工科大学に進学。1年生ながら全試合に先発出場し、15.6得点9.0リバウンド2.0ブロックの成績を残し、カンファレンスの新人王とオールセカンドチームに選ばれた。大学では1シーズンのみプレーし、2003年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。この年は、 レブロン・ジェームズ、カーメル・アンソニー、ドーイン・ウェイドなど、将来のスター候補生がひしめいていたが、ボッシュは、トロント・ラプターズから全体4位指名を受けて、NBA 入りを果たした。彼を指名した、ラプターズのチーム環境は、あまり良好とは言えず、成績は低迷しており、AS のビンス・スカーターはチームに対しトレード要求を、していた。また本来のセンターだったアントニオ・デイビスがシーズン。 前に移籍してしまったため、ルーキーシーズンのボッシュはセンターを任せられた。センターとしては細身であるボッシュは、サイズのあるビッグマンとのマッチアップを強いられたが、1試合平均11.5得点7.4リバウンド1.41ブロックを記録し、通算リバウンドとブロックでラプターズのルーキー新記録を更新、オールルーキーファーストチームに選出された。 翌2004から05シーズン中には、カーターのトレードが決まったため、ボッシュへの期待はより大きなものになった。チームは低迷を続けたが、ボッシュは個人成績を着実に伸ばしていき、3年目の2005から06シーズンには21歳にして、チームキャプテンに就任。ラプターズは、名実ともに、ボッシュのチームとなり、ボッシュは、周囲の期待に応えるようにこのシーズンは、 初の平均20得点超位となる22.5得点9.2リバウンドの成績を残し、オールスターでは同期のカーメル・アンソニーより先に初出場を果たした。シーズン終盤には故障で10試合を欠場してしまうが、この期間ラプターズは1勝9敗の成績に沈み、ラプターズにとってボッシュが変えのきかない選手であることを証明する形となった。オフには、 ラプターズと4年6500万ドルの巨額契約を結んだ。自身のブレークと共に髪型もドレッドヘアに変更した。新シーズンを迎える前、ラプターズはロスターを大幅に入れ替え、4カ国の選手が在籍する多国籍軍と化した。2006から07シーズンはオールスターブレーク前こそ、勝率5割前後を行き来していたが、中盤からボッシュを中心に、 国際色豊かなチームは昨日しだし47勝35敗を記録してチーム史上初のデビジョン優勝を果たした。ボッシュ自身は一流ビッグマンの証である大台二20得点10リバウンドを超える22.6得点10.7リバウンドのアベレージを残し2月7日のオーランドマジック戦ではキャリアハイの41得点を記録している。メディアでも この時期から彼を認める声は着実に増えていった。そして、ついに彼のスター性と、類稀まれなセンスにより、オールスターでは初めてファン投票により選出され、イーストチームのスターターには、ボッシュの他に、レブロン・ジェームズ、ドーエイン・ウェイドといった2003年ドラフト組3人が、揃い踏みした。オール NBA チームにも初選出され、セカンドチームに名を連ねている。初のプレーオフでは、 経験不足が災いし、一回戦で、かつてのチームメイトであるビンスカーター要する、ニュージャージーネッツの前に2勝4敗で敗れた。ボッシュ自身プレイオフ期間中は17.5得点9.0リバウンドとレギュラーシーズンを下回る成績だった。さらなる飛躍が期待された2007から08シーズンは、自身チームともに故障が多発したため、勝率は前シーズンよりも下降。 プレーオフには進出したが、2シーズン連続で1回戦敗退となった。ボッシュは22.2得点8.7リバウンドを上げるが、2年連続のオール NBA チーム選出はならなかった。2008から09シーズンを迎えるにあたり、ラプターズは、ボッシュ以前にイースタンカンファレンスのトップパワーフォワードだったジャーメイン・オニールを獲得。ボッシュとのビッグマンディオは、 大きな注目を集めたが、オニールの獲得は期待外れの結果に終わり、チーム成績は低迷。結局オニールはラプターズで1シーズン過ごすことなく、チームを去った。ボッシュは21.5得点9.5リバウンドの成績を残すも、彼の奮闘も実らず、ラプターズは33勝49敗の成績に沈み、プレーオフ進出も逃した。2009から10シーズンは、 ヒドターコルーがチームに加入。オールスター前までチームは、好調を維持し、ボッシュも24.4得点11.4、リバウンドの成績を残した。しかし、オールスター明けに、左足首の捻挫で、戦線離脱。チームも、ボッシュ欠場が、引き金となり、ボッシュが、戦線復帰後も成績が急降下。ブルズと激しい第8シード争いを演じた。 シーズン終盤には、花を骨折して、再び戦線離脱して万事休す。24.0得点10.8リバウンドと申し分、ない成績だが、最終的に40勝42敗と負け越し、一度は、掴みかけた、プレーオフの切符を手放す結果になった。シーズン後、契約オプションを行使せず、FA となることを選択した。二千十年七月七日、ボッシュは、 ウェードのいるマイアミヒートへの移籍を決めた。間を置かずに同じく FA 宣言をしたレブロン・ジェームズもヒートへの移籍を決め、よって、ボッシュ、ウェード、レブロンの2003年ドラフト組3人がヒートに集結し、スリーキングスを結成することとなった。2010から11シーズンはそのスリーキングスの活躍もあり自身初の NBA ファイナル進出も、 ダークのビツキー率いるダラス・マーベリックスに2勝4敗で敗れた。2011から12シーズンは怪我によりカンファレンス1回戦からカンファレンス決勝の途中まで欠場したが決勝を逆転でボストンセルティックスに勝利。続くファイナルでオクラホマシティサンダー相手に見事勝利し自身初のチャンピオンリングを獲得。さらに2012から13シーズンも ファイナルでサンアントニオスパーズを下し、連覇を達成した。2014年7月30日、ヒートと5年1億1800万ドルのマックス契約で再契約し、レブロン・ジェームズ亡き後のヒートを牽引してきたが、2015年 NBA オールスターゲーム後に敗血栓の症状を起こしていたことが発覚し、治療のために2014から2015シーズン全試合の欠場。 治療とリハビリを経て、シーズン終了後の全体練習で復帰し、2015から2016、シーズン開幕戦のシャーロット・ホーネッツ戦で公式戦、復帰。21得点10リバウンドを記録し、104から94の勝利に貢献。見事に復帰戦を飾った。しかし、同シーズンもシーズン中に、敗血戦を再発していたことが発覚。 結局 NBA オールスターゲームも欠場を余儀なくされ、オールスター戦以降の全試合の欠場を余儀なくされた。2016から17シーズンの出場も、シーズンキャンプ前に行った健康診断に合格できなかったために、パッドライリー球団社長から出場不可を宣告され、シーズン全休。そして2017年5月25日に、 ヒートとの契約を解消し、2017から18シーズン以降の復帰を目指すことになったものの、現実的には復帰は難しいとされている。ボッシュは7月10日、マイアミのファンに向けて感謝のメッセージを配信した。その後2018から19シーズン開幕後に引退を表明。ヒートから永久欠番1が授与された。北京五輪。 ボッシュの国際舞台デビューは2002年のジュニア世界大会で、この時は4勝1敗で、銅メダルの結果に終わっている。アメリカ代表には2006年に日本で開催された世界選手権にて初参加。レブロン・ジェームズ、カーメル・アンソニー、ドーイン・ウェードラ2003年ドラフト組と共に戦ったが、この時も準決勝でギリシャ代表に敗れ、銅メダルに終わっている。 ボッシュ自身はフィールドゴール成功率で大会6位の成績を残している。北京オリンピックでは主にドワイトハワードのバックアップとしてセンターでプレーし9.1得点6.1リバウンドの成績を残し代表チームの金メダル獲得に貢献した。オフコートでのボッシュ。ありがとうございます。